揚げも完全に火の通った唐揚げを油の中に入れます。とブロッコリーです。ブロッコリーはカルシウムとカリウムがたっぷりですね。ブロッコリーはあまり生で食べるとね、体臭が臭くなるので、しっかり、まあ火はしっかり通しましょう。で、赤いパプリカは後で入れますので。1個食べたい。1個お前の分作ってるからいいんです。もう少し用意して、こんな感じで、塩見えますね。唐揚げは山梨のブロッコリー仁王鶏を使っています。そう、アジアンソース、油淋鶏のソースですね。おかけ待ちました。ちょっと酸っぱい匂いがするけど意外とうまいんですよ。甘さがあるんでね、酸っぱ、甘酸っぱいソースが、で、パプリカが入りました。ちょっと火を強めます。取ってますからね。火が消えてました。ちゃんと取ってますからね。で、卵を最後に入れます。はい、出ました。はい、閉じます。はい、閉じました。待ちます。間に何、ちょっと火が一回消えたんで若干つけてるけど、閉じたら大体火は落とします。で、ご飯、ご飯ですね。そんなには夜ご飯なんで、もふもふのご飯ですよ。少なめに入れます。もふもふご飯、はい、焼けました。焼けました。焼けました。色取りがあるんで、ちょっと唐揚げ多いな、4個もいらなかった。ちょっと揚げ物の量が多いけど、まあこんな感じです。はい、できました。しました。